バンダルスリブガワンは、ブルネイの首都で、同国の最大都市。ブルネイムアラ地区の行政庁所在地でもある。BSB と略されることもある。人口は14万人、都市圏人口は27万6千人。カンポガイール旧省は、バンダルブルネイ市であった。全スルターンの、オマルアリサイフディン三世にちなんで1970年10月1日に、解消された。 ブルネー王朝では国王が対するとブガワンと呼ばれサンスクリットで神の意味である。スリもサンスクリットで英語のミスターに相当する。バンダルはペルシア語で港の意味である。バンダルスリブガワンは熱帯雨林気候である。貿易風よりも熱帯収束帯の影響を受けやすくサイクロンはほとんどない。また気候は暑くて雨が多い。 ブルネー湾に注ぐブルネー川下流部に位置する。2007年8月1日、地域面積が12.87平方キロメートルから100.36平方キロメートルに拡大された。第二次世界大戦で大きな被害を受けたが、アジア最大規模と言われる、モスクのジャメアスル発散なるボルキアモスクや、死のシンボルでもあるスルターン・オマール・アリ・サイフディーン、モスクがあり、 近代的なビルが立ち並ぶ。セリア、クアラブライトと海岸沿いの道路で結ばれている。上水道は隣接する図、トン地区に建設されたダム湖のベヌタン湖を水源としている。石油開発で発達した都市の一つであり、主に石油、コプラ、ゴムを輸出している。ブルネー国際空港は市の中心部から1 1キロメートルにある。ブルネー各地とはバスの便がある。 ブルネー東部のテンブロン地区へは、マレーシアのサラワク州を経由し、ブルネー西部からもミリなどサラワク州を経由する。ブルネー側にはカンポガイールと呼ばれる水上集落が存在し、市の中心部からは水上タクシーで行くことができる。ありがとうございます。